こんにちは、ヤードです。今日もですね、将棋ボーズ実況やっていきたいと思います。3分切れ負けでいきましょう。対局開始。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。さあ、お相手3級の方ですね、レグスペがお得意の方ということなのでやっていきたいと思います。レグスペ、正式名称白色レグホンスペシャルということでですね、まあ、アマチュアの棋士の方が、開発された技ですね、角交換振り飛車穴熊が、レグスペの意味なはずです。さあ、お相手が、中飛車ですね。さあで、実際、まあ、角交換ではないんですけど、もしかしたらあの王様は、あ、やばい、これ対応するの忘れた。まあいいや、大丈夫でしょう。適当かっていう話なんですけど大丈夫でしょうって、適当すぎでしょう。さあ、まあ、これで、一回角出ていって、でまあ、ここに銀打たれると、あ、銀打たれないのなら、銀打たれないのならここに金銀打ちますか。あ、でも2枚替えになるから損かな。まあでも一回ね、角ぶつけていって、でこれで、なっておいて、まあこちらよしと言いたいところなんだけど、まあ、そういうわけにもいかないか。さあ、これ回収します。回収しといて、まあ、こっからですね。こっからちょっとどうやっていくか。いやー、なんかね、最近ほんと普通にね、3級の方とかにもね、負けるんすよ。あ、ちょっと待って、これ角打ち。これは歩打ちでいいんだけど、これが抜かれるっていうこと。これ抜かれるの良くないね。抜かれるの良くなさすぎですね。一回納得でしょ。さあ、こっからこの銀が浮いてる、銀が浮きまくってる、浮きすぎ。この銀、時間は若干勝っているが、時間は若干勝っているが、この時間にあんまり価値がないというか。さあ、これは馬切って、やってくるつもりなので、これ一回引いとかないとまずいか。さあ、これ結構きつい局面ですね。局面的には、まあ、まずい、まずいと言うしかない。いや、これ厳しいね。これ厳しいけど、この歩成りと金作りが、ここの金が浮くっていうのがあるんで、それでちょっと得ですね。これでちょっと得して、でここの金打ちかな、ここの金打ちで、角抜きますよ宣言プラスの、角抜くのが得なのかどうなのか。まあでもまあ角一回抜きますか。角抜いて、まあ、ここに歩打って、飛車で取ってきてくれるんだったら桂馬取れますっていう。ただ、それが来るから、まあ、金でしっかり上がっておきまして、でこっちの問題は歩がないっていうことなんだよね。歩がない、歩がないし、歩がいないし、いろいろ困ってます。さあ、このさあ、難しいけど、相手が一番、こっちが一番嫌なことをやってきてるわけじゃないから、まだなんか救いがあるというか。はい、これは一回ちょっとなっといて、で桂馬か、桂馬、まあ、ここちょっと桂打ちとかしといて、この銀にちょっとどいてもらいましょう。この銀どいてもらって、馬作っといて、馬も作れてるんだけどすでに。はい、でここで歩打ちが嫌ですよね。そうなんですよ、歩打ちが嫌なんですよ。引いといて、さあ、こっから
から、馬1個寄っといて、馬寄ったらこの今度桂馬がタダになるんですよね。あの跳ねられないから。おっと、これはもう行くしかない。さあこの馬は跳ねられません。跳ねられないので、これもらうしかないんですけど、ただこれ馬を一つ召し取られてしまうっていうネックがあったんだけど、そのネックはどうにか回避、されました。そしてこれ逃げるのはどこに逃げればいいの？まあ、こっち逃げとくか。でこれ歩打たれて引いといて、でも相手はもう駒ないからもうそんな怖くない。まあ歩で取られるんだけど、まあ銀で取られて、でこれ飛車効いてるから取れないと。で30秒。これに関しては歩突きじゃない、歩叩きの歩連発して、でこれで取っとけば問題ないから。さあこっからっすね。こっからどうしていくか。まあこの銀が浮いてるから、この銀をもらって、でこの金は実は浮いてないんで、問題ないですよっていうことですし、まあこれは一回銀打っときますか。銀打っといて、まあ金とか打たれるのかな。ありがとうございます。よし、まあこれでどうにか勝利することができました。相手3球なんですけど、多分3球じゃないっすね。はい、なんか3球じゃない強さだったと思います。はい、というわけでですね、今日あと1試合やっていきたいと思います。さあお相手どんな方でしょうか。初段の方ですね。暴金がお得意の方ということで、今日もこちら先手番でやっていきたいと思います。さあお相手まっすぐ、飛車先ついてきているので居飛車宣言ということで、さあ、あ、お相手暴銀ですね。暴金かと思ったら暴銀ですね。さあこっちもこっちで、棒銀をですね決めていきたいなというふうに思うんですけども、さあ棒銀すぐにはちょっと決まらなそうなので、ちょっとですねこっち銀上がっておいて、で、戦型を整えていきたいと思います。相手矢倉ですね。総矢倉ですね。さあ総矢倉じゃないか、何矢倉これ、土井矢倉、まあそんな感じのやつです。さあ王様の形状、王様の形が良くないんで、まあこれは一回引いとくんですけど、ちょっとねここの王様の形が悪いですね。さあこれは例のですね角打ちが刺さるパターンですね。2分30秒。これ馬で切っといて、でこれで、竜が慣れるんで優勢っていうのが、こっちの基本的な考え方なんですけど、これがね取れるんですよね。で、まあ、金打ちから、寄っていけば、まあ、この銀打ちが結構厳しくって、取ったら頭金で詰みという形になりますね。はい、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。